夢を語れ、ナクタレント挑戦の旅へ。どんなに描いたゴールが遠くても、こんばんは、パーソナリティこと元広島東洋カープのナクタレンです。そして頼れるこの方、こんばんは、西田茂弘です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、はい、本日はスタジオ初登場ということで、ね、スタジオ生ゲストでね、はい、来ていただいて緊張します。普段はね電話でのやり取りなんですけど、うんうんうん、スタジオに来られてるということで、うん、非常に緊張しております。本当ですか？緊張してますよ。なんかでも楽しそうですね。いや楽しいです。普段ね、うん、なかなかお話しさせていただく機会がないんで、うんうん、はい、本当にありがたい機会だなと思ってます。はい、ご紹介ください。スリストム広島中間社長と森山選手です。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、福山に来られて。そうですね、自分は岡山の方に今住んでるんで、はい、まあ、結構近いんで、まあ、あんまり変わった印象とかはないですけど、はい、はい、慣れないですかね。はい、いや慣れてます。結構慣れてる感じです。はい、中間社長は福山に来られることありますよね。そうですね、僕もともと地元が呉なので、はい、そういったところで福山に来るくらいは、試合だったり、はい、イベントだったりありましたね。なかなかここの放送局ここに来ることは もちろんないです、ね、いやそうですね、この建物の中にこういったラジオブースがあるとは知らなくて、はいはい、僕もその通りで、僕も初めて来た時にこの中にあるんだと知ったんで、はい、あのちょっと最初 ね、はい、スリストム広島というご紹介がありましたけど、はい、これは何のチームになるんですか？はい、スリストム広島は3人制のプロバスケットボールチーム。ほう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 。でそのまあ社長と選手ということなわけですね。はいはい、これ広島ではどうですか？結構いろいろチームあるんですか？広島には広島市と今福山市の方にありまして、うん、はい、県内に今2チームあります。うん、あ、じゃあ交流とかっていうか、まあ、試合も含めてよくやったりとかは。そうですね、試合だったり、前までで言うと一緒に合宿でエキシビジョンマッチをやったりとかしました。ね、じゃあもう中間社長本当に経営側という立場でっていうことですね。そうですね、今もう完全に裏方に回って、うん、なるほど、はい、じゃあたくさんいろんな話を聞けそうですね。はい、楽しみにしたいと思います。はい、中間社長、森山選手、この後もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。この番組は格安航空チケットビザ代行手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、未来の子どもたちに誇れる仕事を、株式会社高森工業の提供でお送りします。はい、ということで今週は中間社長と森山選手に来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。普段こういうラジオとか中間社長は出られたりとかそうですね、僕選手の頃からこういった機会はあったので、はい、はい、いろいろと出させてもらいました。じゃあもう慣れるという。いやでもやっぱりまだ緊張してますか。特にお相手が。いやいやいや、もうやめてください。しかも初のスタジオで。いやもうそんなことやったら余計に緊張するんで。いやいや本当にね、ありがとうございます。森山選手はもうそうですね、あまり出る機会ないんで、はい、めっちゃ緊張しますね。あ、本当ですか。はい、いやね、森山選手はキャプテンということで。あ、そうですか。はい、チームをまとめて、うん、中間社長は、まあ、経営、もう社長ということですよね。いやもう本当に雑用から社長業まで、今幅広くやってます。いろいろされてるんですね。一番素晴らしい社長。いやそうそう、もう一番ね頼りがいのあるというね。はい、でも今日は僕初めてねお会いさせてもらいましたけど、はい、レンさんどうですか、あの新井監督似てないですか。いやめちゃくちゃ似てますね。はい、僕ちょっと第一印象、あれ新井監督来たのかなと思ったもん。新井監督はでももうちょっと横にも、あ、横に顔雰囲気似てますよね。雰囲気似てますね。本当ですか、初めて言われました。はい、なんか今度なんか新井さんのモノマネとかでもなんか出られてもいいんじゃない。いやなんかすごく嬉しいです。モノマネの自信はないですけど。いきなりなんですけど、なぜバスケットボールを始められたんですか。自分は母親がそのバスケットボールの指導者で、はい、中学校ので、それがきっかけですね。まあ、じゃあもう一筋ということで。はい、一筋。でもその前は水泳もしました。はい、ほぼ一筋。じゃあ水泳からバスケットボールに変わったのはもうお母様の。そうですね、お母さんですの一言で。はい、別に どういう風な感じで。いや一緒にそのバスケットをする練習会場行っていた時に、あ、なんか楽しそうだなっていうのがあって、もそれだけですね。でもいろんなスポーツってあるじゃないですか。だからやっぱりこう見学に行って、はい、まあ、身近にあるスポーツだったということですよね。あ、そうですね、はい、うん、それでやっぱりじゃあ選手になろうと。はい、あとは地元のプロチーム見に行った時に、はい、外国人選手がそのダンクシュートとかするのを見て、あ、かっこいいね、自分もこうなりたいなっていう思いで。
ということは憧れが、はい、憧れです、はい、身長は今は何センチですか。今は83センチぐらい、はい、子供の頃から大きかったんですか。いや子供の頃はそんなに大きくなくて、中学校から高校に上がるときに一気に10センチぐらい伸びて、じゃあそのダンクシュートもできるようになったんですか。はい、できるようになりましたね。え、まあ、元々身体能力が高かったんですか。じゃあいやいや、もうただの筋トレ好きで、もうジャンプトレーニングめっちゃして、あ、じゃあもう体を動かすのは好きだ、はい、あ、まあ、そういうところからということです ね。中間社長は始められたきっかけは。いや僕は父親が小学校のミニバスの監督をしていて、はい、で母が呉の実業団のチームでプレーをしてたんで、まあ、両親がやってるっていうことと兄が2人いまして、兄が2人ともバスケットをしてたので、もう自然と家庭環境の中でバスケットボールに触れることがあったので、もう自然とバスケ部を始めるようになりました。じゃあお二人ともそういう家庭でもう身近にバスケがあったってことなんですね。そうです、はい、じゃあもう英才教育という、まあ、そうです、まあ、ただ単純に楽しそうっていうただ家族がやってたんで楽しそうっていうところと、あと僕ら世代の時はもうサッカーではキャプテンズバルとスラムダンクが流行ってる時期だったので、そこでサッカーかバスケットかっていうのがあったので、そこでバスケット結構人数いたので、家でも練習は結構厳しく、そうですね、ボールは家ではあったので、うん、まあ、でもそのコート上ではコーチとしていましたけど、まあ、家に帰ると父親だったので、あ、そこはもうオンとオフだった。あ、しっかりされてたんだ、はい、でもやっぱり違いますよね。スラムダンクに憧れて、うん、プロバスケットボール選手になってるじゃないですか、うんうん、まあ、自分とか、はいはい、スラムダンクに憧れてプライベートでバスケットを始めようと思った人間とやっぱ違いますよ、ね、気持ちがね、気持ちが、ね、でもなんか他のスポーツとかをやりたいなって思ったこととかないんですか。あ、僕サッカーやりました。え、でも3ヶ月だけで、はい、でこれなぜ3ヶ月っていうと、はい、僕小学校でもちょっと身長の大きい方だったので、サッカーでもキーパーをさせられて、サッカーに行ったのにずっと手で取る練習してたんです。バスケットからサッカー行ってキャプテン翼をイメージして行ったのに、はい、結局手しか使ってなかったんで、ちゃうやないか、面白い。なるほどね。サッカーか。森山選手はもうやっぱ水泳だけですね。あ、ね、いやでも そっかサッカーやったけどキープばっかりやった。 それはでも嫌やな。でもそれよく聞きますよね、その大きい、ね、ね、はい、子供はこうキーパーにっていうのはね、やっぱり普段手使ってるんで、うん、手の扱いは上手だったんですよ、うん、多分そこが評価されたんですよ。そうだから余計に。中間社長はじゃあ広島出身、うん、まあ、もう広島じゃないですか、はい、クレーで広島でもずっと広島で高校からもう、三鈴ヶ丘高校。あ、そうです、三鈴ヶ丘で、うん、はい、じゃあもうその広島から出ようっていうこともなかったんですか。大学が大阪に行って、はい、大阪の後に島根のチームに、はいはい、移籍して、その後広島に戻ってきた。それ最初広島の高校を選んだ理由とかってあるんですか。そうです、まあ、そこに関しては監督ですかね。いろいろ兄とかと相談しながら、まあ、呉市からちょっとだいたい時間が1時間半ぐらいかかったんですけど、はい、まあ、それ1時間半通いながら、その高校に行ったので。え、そんなに通時間かけて。はい、もう3年間朝練があったので、朝5時24分の始発に乗って。やばい、すごい。もう3年間通いました。もうめっちゃ頑張り屋さんじゃないですか。で寮とかはなかったんですか。寮あったんですけど、はい、まあ、兄が通ってたので、はい、あ、まあ、もう通えるだろうってことで通って。すごいですね。でも途中で、はい、いや、なんでこんな朝早く起きなきゃとかそういう気持ちにはならなかった。いや、もう高校生の時もそれが当たり前の感覚だったんで、もう兄もやってるし、うん、はい、もうそれが普通だと思ってたんですよ。今もう一回やれって言われたら無理ですよ。で、まあ、インターハイにも、まあ、もちろん出られて、はい、まあ、もう大活躍されたと思うんですけど、そのままこの日本トルネード、はい、大阪商業大学に。この日本トルネードってこれどういうチームなんですか。それがですね、はい、まあ、ちょっと話が前後するんですけど、僕らの時ってプロバスケットボールリーグっていうのがまだあんまり日本で認知されていない状況で、はい、その大学4年生まで普通に就職活動してたんですよ、はい、でそれで初めて、まあ、僕次男がプロ選手になってるんで、はい、その試合を初めて見に行って、あ、これがプロの世界なんだって思ったのを見て、うん、大学4年生でプロ選手になりたいと思って、でそこからちょっとプロになることを決めたんですけど、まあ、いきなりなれるわけがなくて、はい、でその間でちょっとその日本トルネードっていうのがアメリカのリーグに日本人チームだけで挑戦するっていう、はい、日本トルネードって思いがありまして、でそこにちょっとやってみないかってことで1ヶ月間ですけど参戦することになって。じゃあ技術があったのにそんなにプロになりたいなって気持ちはなかった。もうプロがもうまだなかったっていうのがあんまり、もしかしたら関東の方ではあったかもしれないですけど、はい、まあ、広島とかにいるとそんな感覚じゃなかったので、関西とかいると、はい、そういうこともじゃあ今なんかもう本当にバスケットって主流になって、はい、主流というか、はい、もうすごい盛り上がってるじゃないですか、はい、中間社長がそのプロを目指す、まだプロがなかった時に、はい、
ことを考えると今の盛り上がりっていうのはやっぱすごいっていうことですよね。いやそうですね、先日はまあドラゴンフライズの試合でも平均で4000名入るっていう、はい、うん、僕らの頃には考えられない。もうそれこそ僕1年目から4年目までいましたけど、それでも本当に1000人入らない試合もあったので、本当に今もう、あ、ま、広島でバスケが変わってきたなっていうのを感じます。なるほど。で森山選手はじゃあ香川の高校そのまま、はい、あ、そうです、香川の高校そのまま、バスケットは強い、はい、バスケットは強いと思います。じゃあもう香川からそのまま、はい、ということは広島の大学に進まれて、はい、でこれ広島工業大学出た時も、はい、じゃあこのプロっていうか、はい、そういうところに行きたいなっていう気持ちはもちろんあったんですか。あ、それは正直なくて、はい、でその大学4年生の時に社会人チーム入ってたんですよ、はい、でそれで社会人チームで試合してて、当時その今福山バッツのオーナーの方から一緒にやらないかっていう声をいただいて始めたのがきっかけですね。きっかけってやっぱ、はい、いや、そうですよね。だからこうね、なりたいと強く思ってもなかなかって時もあれば、うん、でそこまであんま考えてなくても人のご縁で、ね、うん、なれるっていうこともあるわけですもんね。そうですね、うん、だからやっぱ自分を信じていろいろやっていかなきゃいけないってことですよ、はい、そうですね、うん、まあ、いろんなお話聞きたいんですけど、はい、それではここでちょっと一息、お気に入りの曲を紹介いただきます。中間社長のリクエストで T& ヒッピー金サイヤです、はい、これなぜこの曲を選んだんですか。いや実はですね、はい、このミュージックビデオに僕現役の時に出させてもらって、え、それ、え、それ出たいって言ってたってことですか。出るって言われて、軽いな、軽いな、いや出れるんだったら出たいですって出るって言われて、あ、じゃあ出ますみたいな。そうなんですよ、すごい。じゃあ中田さんも出るって言った方がいいと思いますよ。なんかチャンスありそうですよね。ちょっと出る出る、ないですよ。選ばれたらかっこいいですけど、選ばれなかったらかっこ悪いですか。だって出るって出られたんでしょ。言った方がいい、やっぱり。いや言おうか、じゃあということで、まあ、思い出の曲ということですよ、まあですね、はい、じゃあ PV にも出られてるし、はい、まあ、ずっとまあ残る映像として。そうなんですよ、はい。え、見られましたご自身で。あ、もう見ましたし、うん、もうすぐ発信しました、ね、僕出てますよ、出てるよって自分大好きなんですね。創業以来50年間、マルケ食品株式会社は世界の漁場から日本の食卓へ、プロの目で厳選された良質の魚介たちをお届けしています。高いレベルの衛生管理で安全安心、マルケ食品株式会社。格安航空チケット、ビザ代行、手配旅行、すべて電話一本。日本と世界を結ぶ架け橋となる存在に。旅行のことなら ZZB トラベルへ。未来の子どもたちへ誇れる仕事、株式会社高森工業。高い品質と安全施工で優しい生活環境づくりを30年。これまでもこれから先も信頼できる地域の仕事し、株式会社高森工業。それではスリストも広島中間社長と森山選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あの前半で、ね、いろんな話を聞いたんですけど、後半は少しあの中間社長は今オーナーということで、はい、現役時代のお話も聞かせていただければなと思うんですけど、はい、ドラゴンフライズに選手として、はい、まあ、入団されて、これ当時どういう、まあ、ドラゴンフライズっておそらく まだ盛り上がりがあまりないかったと思うんですけど、はい、どういう印象でしたか。そうです、その前に、まあ、島根のチームに所属してて、はい、広島にそのプロのバスケットボールチームが立ち上がるというのでお話もらって、はい、まあ、地元だったんで、はい、もうぜひともやりたいってことだったんですけど、はい、まあ、実際始まると、まあ、やっぱりカープさんがあってサンフレッチェさんがあって、そのスポーツ観戦の土台はできてるのかなって思ったんですけど、いざ開幕してみてもお客さんが1000人も入らない、うん、試合もあったので、うん、まあ、そういうの見てると、あ、やっぱりバスケットってまだまだこうお金を払って見に行くスポーツに慣れてないなっていうのが正直な印象でした、ね、じゃあもうプレイヤーとしてもまだやっぱ周知されてないなっていう印象の方が強かったっていう。そうですね、やっぱりその印象が強かったです、ね、なるほど、まあ、そこから、まあ、ドラゴンフライズもまあだんだん強くなって、はい、でまあ、2014年にまあ入団されたということで、はい、チーム自体はその時は強かったんですか。そうです、まあ、そのヘッドコーチがサコヘッドコーチっていう、もう日本を代表するような監督で、まあ、そういう代表の選手も何かいましたので、まあ、そういったところでメンバーは良かったと思います、うん、ただその分若手も多かったので、まあ、そこの若手と代表クラスのメンバーがこう息が合ってくるのが時間がかかったかなという感じですね。バスケットって5人じゃないですか、はい、でなかなか試合に、まあ、出られない、
まあ、ちょっと野球の話です。野球だったら試合に出るメンバーが9人いて、はい、バスケットって5人じゃないですか、はい、だからまあ競争率も高いというか、はい、だからもうそこの中に試合に出れるっていうことはやっぱすごいことっていうことですね。いやそうですね、やはりこう時間をシェアできるというか何回でも交代ができるので、はい、出れるチャンスはあるんですけど、はい、やっぱりこうメインの試合に出るメンバーというのは固定になってくるので、そこの出るように頑張っていくのが大変だなと思います。西田さん実際 見に行かれたことありますか？バスケは一度あるんですよ実は、はい、そのそれこそプロあの B リーグできる前に、はい、福山で試合があった時に見に行った記憶があるんです。それ結構目の前だったんですけど、はい、迫力がすごいですよね。距離が近いの、ね、だから見に行けば面白さっていうのは伝わると思うんですよね、はい、うん、それドラゴンフライズに選ばれた時ドラフトみたいな感じがあるんですか？いやその時僕はもう GM の方にお声掛けいただいて、なんかそれがちょっと気になってるというか、まあまあね、あのプロ野球をね、はい、経験されてると、はい、やっぱそういうのってあんま感覚的にねちょっと難しいですよね、理解するのがね、はい、分かんないから、なんか勝手に入団されててみたいな、なんかちょっとイメージが強くて、はい、だから、ね、上の人が、はい、じゃあ入れようって言って、はい、OK ですって言ったら入れるってことだったんですよ。初期の BG リーグっていう頃にはドラフト制度あったんですけど、うん、今の B リーグにはまだドラフト制度がないので、うん、はいはい、またちょっとそこは違います。じゃあどうですか、実際こうプレイヤーで活躍されてた中間社長を、はい、とお会いした時ってどういう心境でしたか？初めてお会いしたのが大学生の時で、はい、一緒に練習したのが、でやっぱり自分もドラゴンフライズの試合見に行ってたんで、うん、うわーって、まずはちょっとなんていうんですかね、嬉しい、うわ仲間さんやみたいな、緊張するみたいな、はい、でそこで一緒にシューティングとか、はい、まあ、その練習方法とかも教えてもらった時はもう本当に嬉しくて今でも覚えてます。違いとかもやっぱ感じたりとか、違いとかもやっぱり、はい、何がすごかったですか？まずはまず教える時のその言葉一つ一つの大切さ、一つ一つの大切に、して教えてくれるんで、なんていうんですか、ね、伝わりやすかったかなっていうのと、やっぱりシュートの精度とかドリブル一個するにしてもその体の使い方とか、あ、こういう深いところまでやるんだなっていう。じゃあそのスリストーム広島に入る前から、はい、中間社長とはその関係は少しあったってことですよね。はい、中間さんね、さっき今あの教える言葉がね、はい、お上手だという話がありましたけど、はい、ご自身にはその例えばまあ後輩であったりとかに、はい、いろいろこう、まあ、伝えていくときに、はい、言葉っていうのはやっぱり非常に大事にされて伝えていく感じですか？はい、そうですね、それこそやっぱりこうクリニックっていうバスケットボール教室を小学生だったり対象にしていくときに、やっぱりこう自分の感覚をそのまま伝えても小学生って言葉が理解できないので、それをどういうふうに伝えていくか、言葉を分解して言語化していくかっていうところにすごい時間を使いました。あ、このあたりね、中田さん今ねいろいろ野球でも解説をされていると、はい、やっぱり見てる方も いろんな方がいらっしゃるので、はい、やっぱりなるべく分かりやすい言葉でっていうのはやっぱり意識されてるでしょ？意識します ね僕は難しいですね、まだまだ。その辺どうです、どうやったらこ うまくそのあたりできるみたいな。いや僕逆に教えてもらいたい。いや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 、本当にいろんな子供がいて一人一人違うので、うん、本当に自分が見せてプレーを見せて理解できる子がいれば、うん、言葉で言って理解できる子、うん、で言葉で言ってわからないけど時間をかけたら理解できる子、うん、本当にいろいろな子がいるので、用意ドンで始めさせて違いを見つけるんじゃなくて、もう子供を見ながらやらせながらどういう変化が起こるかっていう、それからすぐ理解する子でも努力できない子もいたり、すぐできるから面白くないっていう子もいれば、でも理解するまで時間かかるけど一度理解するともうそこにすごく時間を集中してできるっていう子もいるので、だから覚えるのが早いから上手なわけじゃなくて、なんか本当それを見ているだけで本当面白いなって思う。だから一人一人をしっかり見ていくっていうことですよね。そうなるとね、自分本位ではなくっていうことですよね。そうですね、あとなんかまあ短い長い言葉で伝えるより、うん、短い言葉でインパクトでバッて伝えてあげた方が、うん、なんか僕自身もなんか今野球教室とかやらせてもらうんですけど、はいはい、もう中間社長って言ってること全く一緒で、うん、全く理解こうできない、うん、こうまあたくさんほとんどなんで、はい、どういう風に伝えたらいいかなって、やっぱ短い言葉でポンと伝えてあげるっていうのは、うん、まあ、自分自身も心がけてるというか、なんかその辺はね、どのスポーツであっても、はい、その子供たちに伝えていくっていうのは同じなんですね。そしたらね、で、まあ、その2018年にドラゴンフライズを退団されて、はい、そこから、まあ、いきなりこのスリストーム広島の経営側、はい、まあ、オーナーとして、はい、なぜそれを、なんか他は例えばドラゴンフライズに残ってとかなかったんですか？選択肢が3つあって、はい、そのタイミングで他のチームに行くかで、教員の免許を持ってたんで、はい、教師になるか、であと最後の選択肢としてこの3人制バスケットボールのチームを作るかっていう話があったんですけど、うん、
まあ、他のチームに行こうかなっていう交渉もしてたんですけど、はい、もうその時の年齢が31歳で、今からこう3年5年他のチームに行って広島に帰って何かやろうってより、このタイミングで広島で何かした方が面白いかなって思って、で選択肢が今日しか3人制のチームを立ち上げるかってところだったので、はい、もうちょっと、まあ、ちょっと言葉悪いんですけど、教師はもしかしたらいつでもなれるかなっていう思いが、そう、5年後10年後もしかしたら、ね、本当になれるか分かんないですけど、なれるタイミングがあるかなと思って、うんうん、この3人制のバスケットボールが、その選択をするときが2018年だったんですけど、2020年の東京オリンピック種目に決まってたので、はい、そこと今現在の認知度のこのギャップにちょっと面白さを感じて、オリンピック種目の方にこんなに知名度ないのかと、そこに逆にこう意欲が、ね、はい、出たわけだ、そこに好奇心とちょっと、はい、面白さと、もともとそうなんですか、例えばこう順調にいくよりも何かこう自分でいろいろ開拓していってやろうとか、はい、チャレンジしてやろうとか、そういう気持ちっていうのはやっぱ昔からあったんですか。いや、もうその選択がもう単純に面白そうっていうのだけですけど、もうそうか、やってみたい、面白そうだなっていうので、そう、だからやってどうこうじゃなくて、そのタイミングで面白そうっていうのが一番にあったんで、一番ワクワクしたのを選択したって。西田さん、やっぱスポーツ選手はチャレンジ精神なんですね、結局、はい、いやいや守りに入っちゃいそうじゃないですか、また現役をとかね、すごいですよね。だって何もないところから作るって相当なエネルギーじゃないですか。まあそうですね、まあ、エネルギーで言うとそうなんですけど、本当何も考えてなかったんで、もう本当に勢いだけで行っただけですもん。いやでもオーナーで立ち上げですからね。いや、ね、すごいことだと思うんですよ、ね、野球教室他でしますとレベルが違いますからね。いやだからいろいろ不安なことも考えたんじゃないかなって想像するんですよ、うん、いやだからそのアメリカに行った時もそうで、何も考えてないからこそ突き進めるっていう、うん、これはじゃあもう性格というか、そういうのもあるんですね、はい、面白いですね。いろいろ先々も考えるんじゃなくて、はい、今目の前のことをどんどんチャレンジしていこうと。そうです、今の自分が昔の自分に言うならちゃんと考えて動くって言うんですけど。そうなんですよ、はい、実際じゃあ中間社長の立ち上げの話を実際今聞いてどう思われましたか。はい、いやいやびっくりしました。いやいや知らなかったんですか。いやいや立ち上げちょっと聞いたことはありましたけど、最初聞いた時はやっぱりびっくりしました、はい、そんな感じでって言ったら失礼ですけど、はい、いやいやでもそういうことでしょ。最初やっぱ聞いたらやっぱりめちゃくちゃいろいろ考えたりしたのかなと思うと勢いでいきましたみたいなね、はい、そうそう。どうでしたか、でも 3x3、まあ、そのやって立ち上げてみて実際どうでしたか最初は。いやもうその 3x3 がどうのこうのじゃなくて、もう社会人として名刺の渡し方、もうビジネスメールの書き方、もうそういった一つ一つが何も知らなかったので、もうそこからもう Google 先生でもう全部調べながら、今までずっとプレーだけに、ね、集中してたから、はい、何も分からない、人との付き合いであるとか、はい、物事を進めていく過程とか、はい、その辺もね分かんないわけですもんね。そうなんです、だからどれだけ素晴らしい環境の中でプレーさせてもらってたかっていうのをその時にようやく分かりました、ね、でもじゃあいろいろ苦労あった時に、はい、途中でやっぱ勢いで始めなくて始めちゃいけないなってやっぱ思いました。いやもういつも思ってます。でも勢いで始めたからこそ、その表側で立ってた人間と裏側の人のこの凄さというか、うんね、こういうところでこういうことをされてる方もたくさんいるんだなっていうのも気づけますよ、ね、であと強くいけるというかね、はい、そうです、あと立ち上げてしまったから、ね、もう途中でやめたかできないので、うん、もうやるしかないので、そうか、そこに責任も生まれてくるわけだ。あー面白 い、ますます森山選手にこれプレッシャーかかってそうですね、はい、はい、さあというわけでですね、はい、大竹まだまだお話を聞きたいので、来週もぜひ、はい、お二方にご出演いただきたいと思います、はいはい、で来週はね、広島スリストムのお話をねもっと深掘りしていって聞いていければなと思うので、来週もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。中間社長森山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。この番組は格安航空チケットビザ代行、手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、未来の子どもたちに誇れる仕事を、株式会社高森工業の提供でお送りしました。